アンヘル・カブレラはアルゼンチン・コルドバ出身のプロゴルファー。2007年の全米オープンと2009年のマスターズで優勝し、メジャー大会2勝を挙げた選手である。身長183センチメートル、体重95キログラムの大きな体から繰り出す、飛距離を最大の持ち味とする選手で、アヒルを意味するエルパトというニックネームで呼ばれている。プロゴルフ界でも屈指の トバシアタイプの一人として知られ、ヨーロッパツアーのドライバー平均飛距離で1位をマークしてきた。これまでにヨーロッパツアーで通算3勝、国際試合で17勝を挙げてきた。世界ランキング自己最高位は9位。カブレラは10歳の時から、故郷のコルドバにあるコルドバゴルフクラブでキャディを始めた。1989年にプロ入りし、1996年から、 ヨーロピアンツアーに参戦を開始する。2000年12月、世界ゴルフ選手権シリーズに組み込まれた EMC ワールドカップがアルゼンチンブエノスアイレスにあるブエノスアイレスゴルフクラブで開かれ、カブレラは先輩選手のエドゥアルドロメロとコンビを組んで出場したが、アメリカのタイガーウッズとデビット・ディバルのコンビに敗れて2位に終わった。2001年4月1日、カブレラは地元の アルゼンチンオープンでツアー初優勝を果たし、その勢いに乗って、翌週のマスターズに乗り込んだ。初出場でいきなりマスターズの優勝争いに、加わったが、最終日にスコアを崩して8アンダーパーの10位体に、終わる。2002年5月、ベンソンヘッジズ・インターナショナルオープンで、欧州ツアー2勝目を達成。2005年は、アンヘル・カブレラのゴルフ経歴を通じて、 最も充実した年となる。5月29日、ヨーロッパツアーの高額賞金大会の一つである BMW 選手権で優勝し、ツアーの賞金ランキングで自己最高の5位をマークした。同年9月に行われたプレジデンツカップで、カブレラは初めて国際選抜チームの代表選手に選ばれ、出場5試合のうち4試合に勝利を収めた。 この後、カブレラは2005年10月2日付で自己最高の世界ランキング9位に躍進し、アルゼンチンのプロゴルファーとして史上初の世界ランキングトップ10位を果たした。2006年はマスターズで8位、全英オープンで7位に入ったが、優勝争いの終盤で崩れるパターンが多かった。2007年の全米オープンでカブレラは5オーバーパーをマークし、 タイガー・ウッズとジム・フューリックの二人を1打差で振り切ってメジャー大会初優勝を達成した。2年後の2009年マスターズでカブレラは最終ラウンドの最終組をケニー・ペリーと一緒に回った。途中まで単独首位を走っていたペリーが17番18番ホールで連続ボギーを犯したことによりペリーとカブレラ、チャド・ギャンベルの3人が12アンダーパーで並び、 優勝争いはプレーオフにもつれ込んだ。プレーオフ最初のホールは18番で行われ、まずキャンベルがボギーで脱落する。2ホール目は10番に移り、ここでペリーがボギーとしたため、パーで終了したカブレラがマスターズ初優勝を決めた。これは南米出身のプロゴルファーによる最初のマスターズ優勝であり、カブレラ自身にとっては2007年全米をオープン。 以来のメジャー2勝目となる。アルゼンチンでは、それまでゴルフはあまり知名度のないスポーツであった。当時のゴルフ選手としては、1967年の全英オープン優勝者となったロベルト・デ・ビセンゾが伝説的な存在である。その後、1954年生まれのエドアルド・ロメロが1980年代後半からヨーロッパゴルフツアーで息長く活躍し、 多くの後輩選手たちを育ててきた。カブレラもロメーロから資金面で多大な援助を受けた選手の一人である。ありがとうございます。